まあこれ NHK のね、南京慰安婦忘れるなって英語でね、えー、でも言ってたとかね、まあこのね、まあお粗末な話ですよ。まあちょっとこれ、まあ NHK これどうするのって話ですからね。まああの公共放送ですからね、そこでね、あのそんな中国人スタッフがね、そんなことを言ったっていうことで、まあちょっとね、これ面白い記事があったので、こちらの方からですね、<laughs> ちょっと紹介したいと思います NHK 尖閣発言の中国籍スタッフバイトテロ いやいやバイトテロ確かにバイトテロみたいでもはい単独犯の見方在日中国人は避難最低だと言っているということで、えー、読んでいきましょう NHK ラジオ国際放送で尖閣諸島を中国の領土と主張し南京を忘れるな慰安婦を忘れるななどと発言した中国籍の男性スタッフをめぐっては NHK の待遇面に不満を漏らしていたとされる一方仕事ぶりは真面目と評されているアナウンス業務での中国の主張に沿った持論を展開するという極めて異例の事態だが周囲の関係者は単独 ととの見方を示しているとだからね、待遇に不満を持ってるからって言っていやもうそれ <laughs>、バイトテロそのものじゃんっていうね、えー、話ですね。愛国心を募らせていったか仕事現場での評判は悪くなかった腰は低く言葉遣いも丁寧だから仕事の指名も多かったですって男性スタッフを15年近く知る。 えー、在日中国人の男性はこう語ると、えー、派遣ホームページや関係者によると男性スタッフは49歳中国天津の大学で英語を専攻し20代で来日東京大学大学院を修了した NHK の中国語ニュースで翻訳やアナウンス業務に関わるほか企業や、えー、観光庁の中国向けビデオで中国語ナレーションも担当した香港の衛星放送フェニックステレビの東京四国でリポーターも務めたこともあり東電福島第一原発処理室の海洋放出が始まった昨年8月は現地でリ リポートを行っている。在日中国人の男性は男性スタッフについて、反日教育が強い時代に中国で育った世代で、元々愛国心は強かったのだろう。近年中国政府も王、えー、兵になったが、一般の中国人にとっては、日本政府もアメリカなどに中国の脅威を告げ口するように移り、愛国心を募らせていったのではないかと述べ、NHK で給与など、待遇が長年変わらないことなどへの不満も蓄積した結果、突発的に行動したと見ている。えー 在日中国人を困惑してるらしいですよ。男性スタッフは23日に出国し、東京都内の団地の住居の荷物はそのままだという。この問題を取材する在日外国人事情に詳しいライターの奥久保祐希氏も、バイトテロの可能性が高いと指摘した <laughs>。なんかすげえスケールのでかいバイトテロだ。普通バイトテロってさ、なんか店のなんか舐めたりとか、冷蔵庫入ったりとか、まあ一つの店がね、 まあちょっとね寿寿司郎でしたっけ寿司郎もね,ローもねまああれはちょっとひもうあれは特定の店というよりもあの会社全部がね大変なことになりましたけれどもこれ NHK ですから店とか会社のレベルじゃないんですよこれも日本全部ですからねまあ壮大なバイトテロというふうにね思いますけどもね一方。 NHK で中国語放送を一緒に担当していた在日中国人女性は男性スタッフについて尖閣諸島は日本の領土だと日本政府の見解をアナウンスすることに身の危険を感じた可能性はある。 彼はおとなしいので余計に恐怖を感じていたかもしれないと振り返る中国人スタッフの多くはアナウンス業務に就く際芸名を使うという本名を明かすと中国で実名が特定され SNS などで個人情報が公開される恐れがあるためだ実際男性スタッフを芸名を使って仕事を募集したケースもあったいやこれ意味ないですよだって中国政府はだって顔認証で全部出るんだから芸名なんかええー、全然何の意味ないですよ えー、バレバレの裏垢みたいなもんですからね、えー、全然意味ないと思うんですけどね、はい、中国の SNS ウェイボーには今回の男性スタッフの行為について、職務違反を問題視する行為に加え、中国民族の英雄だ、彼こそが本物の中国人などと賛美するコメントも寄せられている。 男性スタッフをしている在日中国人の男性はウェイボーで英雄視されるのかもしれないがあの手法は知識人ではない人としてどうなのかビジネス上は最低だ経営者だったら雇わないと述べ我々在日中国人にとって迷惑だ。 在外中国人に有事に中国政府の指示に従うよう義務付けた、えー、国防動員法に絡み不安をあおる声もあるが侵害だ在日中国人の多くは日本で家族と暮らし、えー、中国より日本に世話になっている人間として発動されてもやるわけがないと語った、はい、まああのー、そうですね、うん、まあいろいろですよ張さん張慶,慶子さんか 超恵子さんみたいにね。だって日本のパスポートの方が便利だからって言ってね、うんえー、日本に帰化して日本国籍を取得した理由をね、パスポートが便利だからと言ってのけたというね、えー、そういう人もいますけども、あのー、ね、中国人で日本に帰化した人って私、友人多いですよ。で、まあね、いいやつとしか付き合ってないですけども、あの本当にね、あの日本大好きでね、 えー、もうどう見ても日本人で、えー、日本人以上に日本のことを愛しているようなそういうね、えー、中国から帰化した日本人もいますはい、うん、ですからまあそれぞれなのでね、えー、なんか日本に来て生活保護を受けるために日本に来てみたいな人もい,いますからねまあいい,いい人悪い人はためが悪な人 <laughs>、ね、日本人 になってね歓迎したいような人もいますしこれはもうその人次第ですからね中国人だからダメとか中国人だからいいということはなくてもう人それぞれですよ、えー、日本人だってもう出て行けよという風うにね、えー、思いたくなるような言いたくなるような人もいますからねまあ、これはこれはまあそれぞれということだと思いますまあ、本当に真面目にね働いている中国人もいるわけなんですがやっぱね今ちょっと話題に出てきましたけども国家安全維持法 はいえー、そしてこれですねあのスパイですね、えー、国防動員法、えー、要するにこれはもうあの、えー、っと中国政府が命令したら中国国籍の人、中国の会社は必ずスパイ行為をしなくてはいけないという、まあ、ろくでもない、えー、法律を作ったわけですよね。そうすると国国際的には中国籍の人って 有事になれば中国政府の指示で動かなくてはいけないそしてそれが法的に強要されているというそういう立て付けになってしまっているわけですよですから多くのね、えー、日本で働いている中国人にとってはなんて法律作ってくれたんだって話ですよねそんな法律作られちゃったら大企業で中国人出世できなくなっちゃいますよ なんかあったらこいつあの中国政府に情報をね、えー、流すのかというふうになったらいや本人はねそんなことしません会社をお会いしますっていくら言ったところでだってそれ法律で義務付けられてたらそりゃちょっと考えちゃいますよねだからあの本当にね優秀で努力しているね、えー、在外中国人にとっては、えー、この法律は本当にねあのー、まあひどい法律ですよはいまあ、そんな中でね いや友人になったら中国に従わなきゃいけないと、えー、いうふうに思われる、えー、まあそんなですね中でですねいる人もいるとまあねはい一人バイトテロ <laughs> この表現をちょっと笑っちゃいましたけどもねはい